金でもらった月給じゃ言いましょうか。マジで気をつけてます。膝を使っておくんなましいや膝とピザがかかってないとは言い切れない。まだ変わってないね。全然ギリギリですし、うん、やっぱりひもじさって忘れちゃいけないと思うんで、はい、僕はちょっとした移動は未だに自転車使って動いてます。うん、どうもありがとう。そうですね、2駅分ぐらいチャリで行きます、はい、いやだって直近でもらった月給じゃ言いましょうか。一緒一緒だよ多分。せーので言う。おじゃあ行くよ、うん、せーの4万。ほら4万です、はい、よかった。相方の方が多かった。どうしようと思った今。びっくりした。全く一緒なんですね。4万でした、はい、まあ、ネタ作る分ちょっと多かったりとか。いやそういう分担していく時代はもう終わりにしよう。2人でやってたら2人のもんだ。はい、いい相方ですね。ナイスキャッシュレス。無理やりとも言い切れない。共働きです。共働き。はい。じゃあ家賃の方は奥さんが払われてるような。いやまだ半々で。あそうなんですか、はい。僕も収入ないなりに節約してなんとかやってます、うん。仲良くね。どうもありがとう。うん、でももうこんだけ売れたんで結構モテると思うんですけど、うん、大丈夫ですかその辺。いや僕の大切な人にモテてればいいです。いや。いろんな人にモテる必要ないんですよ。わかります言ってることは。そうね、わかります、はい、大切な人にモテるように努力してください、うん、はい、はい、どうも。マジで気をつけてます。ガチですか。ガチですし、ですからね、でも別に何もないですよ、うん、確かに本当に。あじゃ あのカメラマンに追っかけてもらっても構わない。全然大事だ。何もしないですもん、うん、歩いてるだけですよ、ね、そして僕街歩いてても誰も気づかないですよ。真っ黒い服着てすっぴんですから、うん。夜は、はい、どんなボケでも受け入れるのが俺の仕事なんだよ。さあ来い。膝を使っておくんなましい。いや膝とピザがかかってないとは言い切れない。どうもありがとうございました。あれ